サンワダイレクトホットヒットチャンネル始まりました。元気よくありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで私サンワダイレクトの南波と申します。よろしくお願いします。はい、私が三宅です。お願いします。はい、元気いいね。当たり前じゃないですか。もう毎日何かあった、まあ、毎日特になんもないですけど、もう毎日フルパワーでやった。ありがとうございます、はい、ちなみに今日は雨の日に最適なアイテム、これを紹介していきたいと思います。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。わかりました、お願いします。はい、ということで雨の日に最適なアイテム、まず最初の紹介はこちらです、はい、ビジネスリュックです。リュックですね、はいはい、こちらの商品ですね、耐水のコーティングしてます。その関係で突然の、ね、雨が降ってもしっかり水を弾いてくれて守ってくれるというところが特徴となってます、うん、今見えてる感じですね、ここでね。そうですね、そういう感じですですね、はいはい、もう一つのポイントとしてはこうですね、止水ファスナー使ってます。なので普通のファスナーと比べてやっぱり止水ファスナー使ってますので、雨が染み込まなくて中のものが濡れちゃったとかそういうことを防げるというところが特徴ですね、はいはいはい、まあ、実際にこう背負ってみて、はい、ありがとうございます、ね、あ、どうですか、いいじゃないですか。あ、いいですか。似合ってますね。ちょっと借りて使ってたんですけど、はい、こうやって傘さして通勤するじゃないですか、はいはいはい、結構カバンが飛び出しててなんか濡れちゃってることが多かったんですけど、ね、このカバン使うとその全然濡れてるんですけど、中身が濡れてるっていう、書類が濡れてるとかパソコンが濡れてるってことがなくなったんで、すごいいいです、ね、このカバンめちゃいいです。このカバンは見えない、見えてる、見えてる。誰が？俺が。あ、俺が。あ、それはごめん。でもこういう止水、耐水コーティング、耐水コーティングね、はい、がされてないカバン、あ、困らないですよ、雨の時は。ちょっと待ってください。このまま。実は、はい、こういったレインカバーっていうものも売っております。うんうん、これをもうこれだけです。あ、もうシャワーキャップみたいな。そうですね。なので。私だったら自転車通勤してますので、突然雨が降ってきてもすぐカバーをかけることで簡易的に雨から守ることができるというのも、ちょっと裏も見せて。こんな感じで伸縮するので多少大きさ左右されずに簡単に取り付けるっていうことが、このカバンのサイズ以外にも付けれるっていう。付けれます。あ、いいですね、はい、チェックしてください、はい、続きまして、はい、続きまして、屋外でがっつり使える商品紹介していきたいと思います。がっつり使える、はい、はい、まずこちら、はい、スマホケースになります、はい、こちらは、防水規格 IPX8 を取得した、スマホケースになります。防水規格 IPX8、はい、ちょっとそこ補足だけさせてもらうと、はい、まあ、そういう水に強い、規格がございまして、それをまあ数値化してるんですけれども、 IPX8 というのがその防水規格の最強レベルになってますので、例えば水没させても、うんうんうん、この中の機器を守ることができるというレベルのものになるので、じゃあ海に落としてもプールに落としても大丈夫です、はい、トイレに落としても、トイレはちょっとねないか、あんまないか、はい、続きまして、はい、こちら、タブレットケースになります、うん、こちらは防水規格 IPX7 を取得しております、はいはい、最近では屋外で、お仕事で使われたり、あとスポーツとかですね、はい、動画撮影とかで使われることが増えてきてると思うんですけども、うんうん、こちらも突然の雨、まあ、ゲリラ豪雨とかですね、はい、降ってきてもしっかり中の機器を守ってくれるというのがあります、うん、はい、ですね、でちょっとこちらの商品は後ろに窓がついてるんで、はい、ケース入れたまんま写真が撮れるという、はい、これがいい。そしてこれがまたスタンドになる、これもいい、いいですね、はい、ナンバ君これいいです、最高ですね、はい、はい、続きまして、はい、続きましてこちら、充電式の LED ライトになります、はい、こちらは、防水規格、IPX6 を取得した、はい、それ何用のライトですか、はい、これ自転車に取り付けて、はい、使っていただけるんですけども、こちらゴムになっているので、自転車に、つけて使いますと、はい、で突然ね、まだこれこそ雨が降ってきたりしても、まあ、壊れるとかっていう心配もないかな、まあ、安心して使えますよね、はい、うん、で先ほど言いましたように充電式なので、こちらのポートのところもしっかりと守ってくれるというところが、はい、じゃあもう乾電池も買わずに、そうです、雨にも濡れずに、濡れても大丈夫で長く使える、そうです、いいですね、という商品になってます、はい、じゃあもう今日紹介してくれたこの3つ、はい、どれもいいですね、最高ですね、ナンバ君ありがとう、こちらこそ、はい、ありがとうございますでは皆さんもぜひチェックしてください、はい、お願いします、はい、ということで
やりましたね。いかがでしたか。いろいろまあカバン、まあ、実際に使ってましたし、スマホケース、タブレットケースは、まあ、アウトドア利用できるし、あの自転車のライトなんかは、私はまあ電車通勤で自転車乗ってないですけど、まあ、これから子供が乗っていくとか考えるとつけときたいですし、そうですね、はい、もうすごい勉強になりました。名越先生ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、そんな感じで、まあ、勉強になる動画配信っていうのはやっぱりやっていきたいなっていうところがあるんですけど、そうですね、次何やりますかね。次回ですか。はい、次回はね、ご紹介したいアイテムたくさんあるんですよね。そんなに、例えば、まあ、OA タップだったりとか、スピーカーとか、はあ、まあ、もちろん今日あったバッグとかも、まあ、たくさんまだありますし、まだまだね、はい、逆にね、皆さんにね、うん、はい、これやってって募集したい、そうですね、くらいです。そうですちょっと自信ないんで、くらいですっていう、ね、そうですね、はい、まあ、何か あればご要望いただけると、はい、コメント欄書いていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひぜひまた次回もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。